午後1時都内撮影スタジオ、そこに現れたのは、おはようございます、おはようございます、そう雑誌キャンキャンの専属モデル峰エリカちゃん。絶大な人気を誇る女性ファッション誌キャンキャン、その専属モデルを務めるのが峰エリカちゃん。2005年ミスインターナショナルで準グランプリを受賞するなど輝かしい実績を持つ彼女は、2006年キャンキャンの専属モデルに。今ではファッション誌にとどまらず、テレビや CM と幅広い世界で活躍している。峰さんはやっぱりスタイルですね。やっぱり日本人離れしたあの腰の高さと足の綺麗さのスタイルはなかなか日本人では出せない。自分も楽しみつつ周りもすごい盛り上げるのが上手で、いつも明るくて現場がこう賑やかになるところがいいですね。朝が早くてもすごく元気が良くて。私の仕事の場合は多分特殊なんですけど、自分自身を表現する仕事じゃないですか。だから今まではなんかこういう風になりたいなとか、ああいう風になりたいなとかいろいろあったんですけど、そうじゃなくって自分が持っているものをどれだけ上手に表現できるかっていう方を今は考えるようになりましたね。今注目を集めているあの人の仕事とプライベート、オンとオフに大接近、モテカワコレクション。今回はキャンキャン専属モデル峰エリカちゃんの魅力に迫る。上品なキャラクターで絶大な人気を誇る彼女の撮影現場に潜入。そこで見た彼女の素顔とは、その真相に迫ります。今日は何の撮影で？今日は今からキャンキャンの撮影です。この日は雑誌キャンキャンの撮影のため昨日の撮影スタジオにやってきた峰エリカちゃん。今回の撮影のテーマ、今日は秋冬の新作のコートを魅力的に見せていくページを撮っていこうと思います。今回の撮影は秋冬もののコートの特集。そのためスタジオには大量のコートが。そんな中いよいよ撮影がスタート。あんまりそういうコート向かない、こっちは向かないです。今回の撮影は様々なコートの表情を魅力的に伝えなければならないため、シルエットが美しく見える角度がポイント。結構大振りのコートとかがあったので、コートの面積の配分は結構難しかったです。ともすれば重たく見えてしまう秋冬もののコート、その表情をより軽快にアクティブに見える工夫を彼女はしていたのです。洋服をきれいに見せるっていうのは基本であるんですけど、それよりもこの服はじゃあデートに行くときに着ていく服なのか、買い物するときなのか、出勤するときなのかっていうのをポージングとかしてるときも、こう空想の彼とかを置いてみたりとか、公園にいるところをイメージしたりとか、買い物しているところをイメージしたりとかしながら、できるだけそういうものを伝えていけたらいいなと思って頑張ってます。今はそんな表現力にこだわりを持つ彼女が通っているのが、今日は日本舞踊の稽古に来ました。青い理由です。そう、日本舞踊の稽古。日本舞踊を始めたきっかけっていうのは、そのミスインターナショナルになった時にお稽古をつけていただけるという話があってさせていただいたんですけれども、モデルっていう職業で浴衣の撮影があったりとか、そうでなくてもちょっとした手の動きだったり仕草だったり割と活かせたりするんです、日本舞踊が。で、幅が広がったりしたので。今日はちょっと久しぶりなので、桜桜と、あと梅にも春ってお正月の舞を練習します。今ね、あ、
かこうなってるわけ、はい、これ男の手なんだけど、だからね、肘をここら辺を帯につけていく、そうこの手、はい、それをね、お扇子を持ってやるんだけど、ちょっと持ってやってみて。やっぱりね、あの方は明るいんですよ。そしてやっぱり積極的ですよね、とっても。うん、とてもいい彼女のいいところだと思います。で、今日ちょっと久しぶりに、うん、拝見しましたけど、すごくブランクはもうどのくらいあったんでしょう、結構あったんですけども、あれだけさっと踊れて注意するとすぐ治るでしょ、あれなかなかね少ないです。だからやっぱり別にお世辞ではなくて、あ、たちがいいんだなというふうに思いました。うん、意外と皆さん見てないのかもしれないけど、手の動きですってすごい表情が出るんですよ。例えばコートとかを着てて襟元に構えてる手だったり、バッグを持ってる手だったり、その手の動き、この動きっていうのがすごい私は重点を置いていて、日本舞踊でも手の動きってすごい、なんか私もいろいろ注意されたりしたんですけど、それが本当に役立ちますね。日本舞踊に必要とされる繊細かつ女性的な立ち振る舞い、それは彼女の本業であるモデルの仕事に生かされている。そんなモデル峰エリカは今やファッション誌にとどまらず、テレビや CM と幅広い世界で活躍している。タイムプラスは、まあ、一応司会ということで、檀家世代のお父さん世代の人たちに向けての情報番組なんですけれども、たくさんね、ゲストの方もいろいろいらっしゃってて、毎回いろんなお話を聞けるの楽しいです。私は完全に情報発信しなきゃいけないのに、すごい受信して帰ってくる気がしますね。私は彼女はね、このタイトル通りにね、多分すごいスタイルを持ってると思うんです。好きなものとか嫌いなものとか、ものすごく自分の中にきちっとしたものがあって、この番組のなんかこだわりにこだわっていくっていう中の本当にこう象徴的な人だっていうふうに思いますね。難しいですね、まだ慣れないっていうこともあるし、その空気だったりとか場の雰囲気には慣れても、 MC としてやらなきゃいけないこととかいっぱいあるの で自分の中でも、毎回もっとこうすればよかったとか、ああいうことも伝えたかった、こういうことも言いたかったっていうことがたくさんあるので、ちゃんとそういうことをうまく表現できるようにこれからも、ね、勉強していきたいと思ってます。さまざまなスタイルへのこだわり、それがモデル峰エリカを作り上げている。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はいい感じに撮影は進みましたね。スムーズに進んだから良かったと思いますね。コート二時期になりますから、なんか選ぶ参考になったら嬉しいです。今はまだ本当未熟だと思っているので、自分の仕事に関して自分でちゃんとモデルをやり始めたからには、自分の中で納得できるまでモデルを確立したいし、そのテレビで喋ることにおいても演技することにおいても自分の中で納得するまでやり詰めたいなと思いますね。で、そうしていく中でいつかは峰エリカっていうアイコン、一つのアイコンとして存在したい、すごい大きいですけど、それは夢ですね。モデル峰エリカ、彼女の夢は無限大に広がる。